ヨハン・アダム・アンドレアスは、ボヘミアのリヒテンシュタイン公。リヒテンシュタイン公爵家の三代目の当主で、1699年に、現在のリヒテンシュタイン公国を構成する書料を購入した。ハンス・アダム一世と呼ばれることもある。リヒテンシュタイン公カール・オイゼビウスとその妻の、ヨハンナ・ベアトリクス・フォン・ディート・リヒシュタインの間の息子として生まれた。 両親は、実のおじと名の間柄だった。公爵家の当主になると、父の意志を引き継いで、公爵家の資産、所領の再編に取り組み、同時に財政の立て直しを進めた。1687年に新生ローマ皇帝、レオポルト一世により、数密顧問館に任じられ、1693年に、金曜毛騎士団の騎士に列せられた。 加算の財政管理に優れた手腕を発揮したのみならず、皇帝家からもその財政手腕を高く評価されていた。ヨハン・アダムによる最大規模の計画は皇帝官房の組織管理体制の合理化だったが、皇帝は1699年に官房職員の反発を受けて、ヨハン・アダムの計画を退けてしまった。 また個人経営の銀行として、ウィーミヨン預金振替銀行を創設し、1703年から1705年まで、同銀行の総裁を務めたが、目星経済的成功は得られなかった。この失敗の後、ヨハン・アダムは、経済の専門家としての名声を追うのをやめ、外交官としての活動に専念した。1707年、プレスブルクで開催される、ハンガリー議会に、 皇帝政府の委員として派遣されている。1697年、同じシレジアに所領を持つエールスコー・ジルフィウス2世から、モラビア北部のシュテルンベルクの所領と城を購入した。また1699年に、スイス国境のシェレンベルクを、1712年にその、南に位置するファドーツを購入した。後者の二つの所領は、いわゆる帝国直属身分の荘園だったため、 ヨハン・アダムは、リヒテンシュタイン家の党首としては初めて帝国議会の諸公部会の議員席を与えられることになった。帝国議会の議員に列せられることは、ヨハン・アダムにとって長年の念願だった。セレンベルクを入手する以前、彼は新生ローマ帝国の直属領内には一つも諸領を持っていなかったため、帝国諸公の称号を持ちながら帝国諸公としての、 権限を持たなかったのである。ヨハン・アダムは偉大な美術品収集家、事前家としても有名である。現在のリヒテンシュタイン公爵家の美術コレクションの中核を成す部分はヨハン・アダムの時代に収集されたものである。またヨハン・アダムはウィーン市内に二つの華麗な宮殿、リヒテンシュタイン市街宮殿とリヒテンシュタイン庭園宮殿を建設したことでも知られている。 1862年、ウィーン氏の第9区、アルサーグルント地区は、ヨハン・アダムを記念してある通りを、リヒテンシュタイン・シュトラーセと命名した。また、同じく第9区に立つ、庭園宮殿が面した横丁、フィルステンガスセも、間接的に彼にちなんで命名されている。二人の息子に先立たれたため、直系の後継者がいなかった。1712年に皇居した際、 本来の相続人であるまた、重帝のアントン・フローリアンとその息子は、スペイン継承戦争に従軍中で不在だったため、アントンの老いのヨーゼフ・ベンツェルが一時的に、リヒテンシュタイン家領の失勢となった。ヨハン・アダムの遺骸は、ブラナウにある一族の納骨堂に葬られた。1681年2月16日に、ウィーンにおいて、母方のおじ、 フェルディナント・ヨーゼフ・フォーン・ディト・リヒシュタイン公爵の娘、エルトムーテと結婚した。夫妻は間に7人の子女を設けた。ありがとうございます。